冒険。君も気候の祝賀会に招待してたんだ。ああ、旅人、また稲妻で大事件を解決したんだって。私も聞いたよ。旅人のおかげで稲妻のメガリレーが廃止されたんだよね。さすがは姉子だ。人を見る目がある。あんたが稲妻を旅す。そう謙遜しないで。以前このリンユエコーを守ってくれたのも君だってみんな知ってるんだから。モンドでも栄誉騎士に関する噂で持ちきりらしいぜ。本当に大したもんだ。だからさ、あなたのようなすごい人は南十字にの。そうそう、旅人が仲間になったところを想像したらなんだかワクワクしてきた。あんたは忙しいから来れないんじゃないかって心配してたところだ。お、姉子が来たぜ。北斗姉さん、うちら今ちょうど旅人を説得してたところなんだ。北斗の姉貴も手伝ってよ。なんとかして旅人をこの船に乗せよ。こいつならもう私らと一緒にお祝いするため船に乗って。お祝いのためじゃなくて、これからもこの船にいてもらった方が。まあまあ、よくわかるさ。旅人は私でも尊敬ので、もしこいつが仲間に加わってくれたら南十字にとってこれ以上光栄なことはない。そうそう、その通り。だが旅人ほどの英傑にはなすべきことがある。旅人の足止めをさせ、毎日私らと海の上にいることが本当にいいことだと思うか。そんなことをしたら進み続ける南十字が前へ進もうとするものを妨げることになっちまう。確かに、うちらの感そういうことだ。それに忘れちゃならないのが、強者に同行を頼むよりもそのためにあんたらだって船に乗ったんだろ。そうだな。姉貴の教えを忘れ、お、もう。よく来てくれた。改めて歓迎する。その褒め言葉遠慮なくいただくとしよう。民たちの間では南十字の通りだが、もし私がその海の形は千変万化、南十字の棟梁としてつとはいえ、あいつらだって別に今日みたいにあんたを強く誘ったのもあんたを認めてるからだ。お、そいつはちょうどいいな。実は今新人の船員を集めて訓練してるんだ。海でのあんたが興味があるなら、陸で大活躍した旅人が海でもその才能を存分に発揮なら、ついてきな。お、あら、えい、薬草が残りわずかしかないわ。
今副船長のジューザが新入りに説明、この説明が終わった。そのうち一組は応急処置、気象観測、心理的なケアなど海の上で生きる。彼らには今後安全な航海のための後方支援を担当してもらう予定だ。ちなみに南十字の目、もう一組は南十字、また船体のか、どうだ。やはりあんたには人を守りたいという。そうなると南生存知識はまずは銀鏡と海星、それから六隻に聞いてみな。彼らは各分野のベテランだ。適材適所って言葉がある。もし船体の中で一番誇りに思うも、さ行ってこい。終わったらちょっとした問題を出して。次の仕事は、こんにちは旅人さん。もし船員が、はい、まず新人にとって航海で最も危険な、確かに若く自分、そういった方、物資不足による情報の遮断、さらに重要なのはしかし私からは他に聞きたいことは、船木を船体の陸に戻、もし残念なこと、唯一の他に聞きたいことはありますか。北斗姉さん、私は航海前の船体のか、かなりの気、それでも北斗姉さん、これが他に聞きたいことはあります。はい、ビビト、さっきはごめん、あなたに加入してもらおうそれじゃあまずは複雑な海岸のこれらの情報表現の、ただ、さ、ちなみに、それと正直でも難か、幸いなことに、さすがは姉さん、あった、他に聞きたいことはある。旅、当然のこと、
出航するからみんな準備して。上はどうなってるんだ。大量大量。この武器はうまく手入れされているな。それで分かったんだ。海の気象とそれらのほとんど、例えば海上竜巻だが、海上竜巻、それと海上、そして最もこれが海上竜巻の予兆だ。まあな、防除旅館、それから生活、姉貴が俺の肩を、お前さんは酔っ払って海だから、何か技術、他にまた知りたいこと。そこで問題だ。よし、あ、よくやった。それともだったら南十字の。